録 PRZ レース第3戦無事に終わりました。今回はですね、ワンデー開催だったので日曜日に予選と決勝を行いました。で土曜日が、3本ぐらい占有走行があったんですけど、まあ、ちょっとまあ雨が降ったりして非常に難しいコンディション分からない状態で日曜日の予選に挑みました。で、まあ、予選は、1コーナーでちょっと気合入りすぎてしまってブレーキでミスして、アタックラップにちょっと飛び出しちゃって、あれがなかったらもうちょっと予選は良かったと思うんですけど、まあ、2回目のアタックで、まあ、なんとかタイムも出せて、予選9番手という結果でした。で、まあ、その後お昼過ぎから行われた決勝レースは9番手スタートから、まあ、スタートも決まって順位ちょっとずつ上げて、で、まあ、レース中盤に前で結構混乱があって、まあ、なんとかそれをうまく回避できて最終的に、4位でチェックを受けました。まあ、前世の都合で、まあ、ちょっといろいろあって、なかなか思い通りの結果出せなかったんで、まあ、今回4位という結果は、まあ、予選の結果を考えたら非常にいい結果だと思います。ワンメクレースは3戦が終わって、まあ、今のところ前線ポイント取れてるんで、まあ、この安定感を維持しつつ、まあ、なんとか表彰台に次立てるように頑張りたいというふうに思います。で、まあ、それと同時に今回イベント広場で、ありがたいというカートレースを行って、まあ、それにもたくさん参加していただいて、無事にレースの方も全スケジュールが終わったので、ご協力の方ありがとうございました。で今86BRZ のオフ会で、僕が先導でパレードランをして今終わったところです。本当に短いようで長い週末だったんですけど、いろいろと協力をしていただいたおかげで全て無事に終わることができました。また、次いろいろ頑張りたいと思いますので引き続き応援の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。